にちは、春風涼しでございます。今日のお話はですね、前回その春風涼しシステムをちょっとですねご紹介したんですけども、今回はですねなぜそのチョイスにしたのかもうちょっと詳しく教えてほしいっていう話がございまして、もうちょっと解説したいかと思います。ということでですね、今回は、このねビデオスイッチャーを使ってるんですけども、なんでそんなの使ってんのということのお話をさせていただきたいかと思います。ということでですね、スイッチャーっていうのを使っているということなんでございますが、まずね、あんまり慣れてない方のために、そもそもスイッチャーって何よっていうところをまず解説したいかと思います。スイッチャーっていうのはですね、まずねカメラをね何台かつなげて、画面をこう切り替えるときに使うからスイッチね、スイッチャーって言います。それからパソコンをねつないで、パソコンの画面をきれいに撮ることができます。それ後でちょっとお見せしますね、という使い方があります。なので例えば普通にこうなんだろう YouTube やってる方で、ずっとねカメラつけてビューってこう撮影するでしょ。でそれを撮り終わったらパソコンに入れてこうみんなこう編集してカット編集したりいろんな絵を入れたりするじゃないですか。で、それがね基本的な番組っていうかこういうコンテンツの作り方なんだけれども、もともとねテレビ局ではこのスイッチャーっていうのを、対応しています。で主に何に使ってるかっていうと、生放送の時に複数のカメラがあってタレントさんの1とか2とか1カメ2カメとか言ってるじゃないですか。1カメだ2カメだとか言ってますよね。でそれをスイッチャーっていうのでスイッチングをするね専門の人がいて、次は1カメだとかね、次はアップの2カメだとかっていう風に切り替えて使ってます。でそれはどういうことかっていうと、編集しないでね番組を作るためにスイッチャーっていうのがあるんです。だから生放送、ね、ライブの時に使うのがスイッチャーというふうになってます。じゃあねそのスイッチャーは生放送にだけ使うんですかっていうところがポイントで、スイッチャーの役目はね編集せずに番組を組み立てるためにいろんな機能がついているので、それを YouTube の普通の番組に使うと何が起こるのかなって考えると、頭がいいあなたはもう分かったんじゃないでしょうか。つまり編集を後で一生懸命やらなくてもスイッチャーがあれば撮影時にほとんどのことができちゃう。ただ、スイッチャーを出演者がね触ってるとなかなか難しいので、簡単な切り替え操作しか基本的にはできないと思います。でスイッチャーの機能は複数のカメラを切り替えたりパソコンのような画面とか写真を出したりとかってことができるんですけども、それ以外にテロップって言って文字ね、文字をこんなとことかこんなとこにねこんなとこに入れたりするんだけれども、その文字を入れることもスイッチャーはできるんだけど、その文字っていうのはパソコンとかで作った文字を、パソコン経由で入れたり画像ファイルとしてスイッチャーに入れといてボタンでピッピッピッってこう切り替えたりねすることができます。例えばねこれボン今ねこれ画面がこう切り替わってますけれども、これ何かというとね、実はスイッチャーの中に入っている画像をただ表示するのに切り替えてるだけなんです。でこれ今僕戻ってきたけどね、スイッチャーっていうのはこうレイヤーっていうんだけれども、入ってきたカメラの絵が一番こう下にあって、でその上に文字を載せるとか、それから今やってみたいにキーっていうんですけど、緑のバッグで撮ったやつはそこを切り抜いて、緑じゃないとこだけを切り出して、こうやって重ねてくれたりっていうことができますね。なので、ちょっとまとめましょう。スイッチャーっていうのはもともとは生放送をするためのカメラの切り替えとか文字を出したりから、ビデオを、ね、流したりとかっていうことに使っています。そのために工夫されていろんなものができています。でだけどもそれはライブ生放送に使うだけじゃなくて、普通にこうね YouTube 作る時にもスイッチャーを使うとピッコピッコピッコってやると後の編集が少なくて済むっていうことなんです。
ただし、文字を入れたりするのは先にね文字をいっぱい作っといて、この順番で文字を出すよなんてことをやんなきゃいけないので、まあ、それをね先に考えるってことは先に台本作るっていうことになるので、まあ台本作るのは結構大変で、春風さんのこの番組はもう適当、何にも台本とか考えてなくて作ってなくてですね、適当に喋ってますよ。今日はじゃあスイッチャー75のつって思いつくままにベラ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 喋ってますから、まあそれにね合わせた文字っていうのは実は後で編集してる時に編集時に喋った内容に合わせた文字を後で編集で載っけてます。なのでこの何を喋ってどんなものを見せるかっていうのはスイッチャーでやってます。なので後でやりますけど、パソコンの画面を出すとかっていうのはライブというかね、先にスイッチャーでやっちゃいます。なのであとは文字入れたりする、音楽入れたりするってことを編集にさせています。でするとね、何がいいかっていうとね、撮影時にほとんどのものが出来上がっているし、ワンカメでずっと撮ってるよりは絵がねいろいろ切り替わるので、そっちの方がね面白いですよ。ピュッ、あ、絵が消えちゃった。ピュッってね、こんな風によこしょーっつってね、画面がこんな感じで切り替わりますけれども、間持ちがするっていう言い方しますけども、一つの映像を長く見せるとね、まあ人気 YouTuber さんみたいに顔芸やったりうわっと叫んだりグーってやったりして間を持たせる技がねある人はまあいいですよ、役者タイプの人ですね。だけど僕みたいに単なるおしゃべりさんはね、俺の顔ばっかり見せてても何にも面白くもなんでもないんで、まあ時々こうやって俺の顔ちっちゃくして真ん中になんか出してみたりしてね、まあ、そんなことをして面白さを持続する、面白さを上げていく。でそのためにスイッチャー1個あると普通の人でも画面をねいろいろ切り替えたりできるので面白い番組がスイッチャーがあるだけでできちゃうっていうことなんです。なので春風涼しシステムの中ではスイッチャーを中心に置いてますよって言ってるのはそういうことです。スイッチャーさえあれば番組を面白くするのが楽。これを編集で面白くしようとすると結構大変ね、という理屈でございますよ。実はねこういう画面よく僕使っております。ビボボーン、まあこれ今後ろ、まあ、これ iPad の、ね、画面なんでちょっと横切れてますけども、パソコン画面を使いながらいろんな解説することがまあもともと多くてですね、僕自身が講演とかセミナーをやるときにですねパソコン画面と合成することが非常に多ございましたんで、となるとですね、例えばこういう画面からですね、よいしょね、こんな風にですね、横に小さな画面出して、まあ、P&P っていうのかな、ピクチャーインピクチャーやってますけども、こうやって説明することがね結構、うん、まあ、この辺見てくださいよなんつって、まあ、この記事はね私の、まあ、本名の渡辺健一で書いているプロニュースの、まあまあ、コラム、連載コラム11回になってますな、これはな、でございますけれども、こんな風にねパソコン画面を見せながらいろんな解説するのにやっぱり、まあ、スイッチャーの方が楽ちん、まあ、これを例えばパソコンで後合成しようと思うとパソコンの操作画面を何だろう、何らかの形でキャプチャーして、でそれと声を合わせてってとすんげえ手間かかっちゃいますんで、それがねこのスイッチャー使うと喋りながらこうやって操作すればまあまあビュビュビューンとこうね、まあ、なんか面白そうな話書いてみたらなんかな、ノイズの消し方の話を書いてございますけれども、まあそんなようなのがね結構簡単にできるじゃないですか。まあ一回ねスイッチャー使い始めちゃうとカメラと、編集アプリだけでやるのに比べると作業の手間がそうだな半分以下、編集時間も半分以下ぐらいかな。どうしてもパソコン上でクロマキー合成、まあそっちの方がね品質はいいですよ、抜けはもうちょっと自然になるんでねいいんですけども、やっぱり時間がかかるんだな、合成に時間がね、でレンダリングっていう、ま、計算してる時間が結構あるんで、まあ、それを毎回やってレンダリング待ちをしてるんだとすれば、スイッチャー安くてもいいんでこの合成できるスイッチャーが1個あればまあ幸せな感じ
でしかもまあ前回もご紹介したように今使ってるローランドの V1HD プラスっていうのは今これ音そのまんま撮ったまんまあのアプリに編集アプリに入れてそのまま出してます。音加工してませんけども、あのそんな風にね、あの音も何にもあのやんなくてもプロクオリティが作れるので、そうだな、だからスイッチャーに編集機能の一部分を担わせて編集時間を短くする、そのためにスイッチャーを使っているっていうのが正解かな。うん、ということでね、今回、まあ、ちょっと短いお話でございましたけれども、いろんなですね、バックにこうね、なんか「苦しい!」なんつって、なんか後ろに人が出て「よっこらせい!」なんつって、まあ喋りながら操作するとなかなか大変だな「よっこらせい!」なんつって、まあいろんなことがね、スイッチャーはできるので、楽しゅうございますよ。楽しゅうございますよ。ということで、本日はスイッチャーのすすめ短かったかな。まあそんなことでございました。